サメここまで集めたから、これをうまく使えば、いけるでしょ。で、ここもうちょい引きつけて、よし。で、こっから、よし、あとはダッシュ。もうこれで間に合わなかったら知らん。もう無理だろ。いけるいけるいける？真ん中の水色なんだか分かんないけど、おお、いけた！いけるもんだな。頑張ればやれるもんだってアビタカなんでございます。よーし、セーブするぞ。で、真ん中のやつ見てえからな、読みてえからな、ちょっと、あれ頑張るか。あ、間違えちゃった、右行っちゃった。真ん中の紙読みてえ。真ん中の紙読ませてくれメンス。未だ、まだこれ読むぞ。この建物閉じ込められてどのくらい経ったか、私たちは未だウイルスについて全く知らない。私たちは完全に世界に隔絶されてしまっている。本当にウイルスから保護するという目的なのか。避難所だってどういうことなんだ。さあ、右押し読むの大変だけど、もうサメが4匹いるんだよな。 なぜ動物や植物も研究所に保護している。嫌な予感しかしないのは私だけ、お前だけだ。うわー、僕も嫌な予感ばっかしました。よし、読めた。我々がどうあがこうとも、運命は未来を紛れようとしてくれない。いくらやっても失敗が積み重なっていくだけ。運命は我々を成功に導かせてくれない。いくら力を尽くしても、こんな文章を読むために僕は全力を尽くしたっていうのか、何も変えることができない。僕のこの未来も変えることができない。もう諦めた方がいいか。諦めよう。僕も諦めるとサメ十字になってみんなと一緒にハネムーン、魚、ハネムーン。もういいことが言えない。わからん。疲れちゃった。意外とね、これ、どんだけ、編集したら動画2、30分になってると思うけどさ、僕これでもう収録1時間経ってるんですよ。あ、間違えちゃった。もうやらかした。疲れが来てますね。え、何これ？え？触手プレイ？からの？パンツも脱げて？え、何の獣人これは？ わかんない。なんか新しいシチュエーション見ちゃった。なんか 疲労で、なんかもうマジでぼーっとして突っ込んじゃったけど、なんか新しいビジョンが見えたよ。まあ、いっか。よいしょ。うわー！どういうこと？うおーおーおーおい！何なの？このボスは。セーブポイントが直前あっただけラッキーだったと思っとこう。こいつの勝ち方はどうすりゃいいんですか、先輩。全然わからないんだけど、何をしたら勝ちなの、こいつ。とりあえず、これから避けていく。あ、てか、なんか、サメ十字、さっきのあれじゃ、なんかお仕置きされてるのか、今もしかして。どうなんだろう、わからん。シチュエーションがわからんけど、なんか、大きいのと大きい獣人で、なんかもう、ちょ、ケモ兄さん、あー、しかもなんか、いろいろと絵が出てきて、もうツッコミが追いつかないよー。あー、やべやべ、危なかった。とりあえず、うまく触手かわして、そうすれば何か起きるはず。なんか叩いてたよね。え、触手が加速したんだか、それはずるくないか。僕のハンディどうしてくれるんだ。ペンってしてる。あ、こうやって触手がちょっとずつ減ってくんだ。オッケーオッケー、分かってきた分かってきた。よし、ここだ。よし。あ、触手が急に加速する。それを利用して、なんかペンって叩けばいいかな。分からん分からん。もう条件が分からん。まあ、逃げ回ります。逃げ回って加速するときにペンってする。オッケーオッケー。いや、加速がどのタイミングしてくるか全然わかんないんだよな。こうやって追ってきて、これで、いつペーンってしてくれるのか全然わかんないんだけど。え、もうわからん。何をしたら勝ちなの、これ。条件がわかんないんだよ、これ。加速してペーンってしてくれ。うわ、挟み撃ち。よし、ここだ。いけるいける。うわー、加速しやがって、ふざけやがって。なるほど、なんか分かってきた気がする。加速した瞬間、やっぱりあいつらに当てるんだ。それが勝ちだ。で、問題、どうやったらうまく当たるのか分からないんだよな。うわ、どういうこと、分かんねえ。いやー、落ちちゃったし。OKOK。あと1本、あと1本。もうよく分かんないけど、なんかうまくまっすぐやれば、ペンってなる。あと、1本のどうにかペンってすればいいんだよ。お尻ペンってすればいいんだよ。なんかそういうものらしい。なんでそうなってるのか、マジで何も分からんけど。で、そのために誘導するのが難しいんだよ、これ。今これで誘導できんよな。こっち来い、こっち来い。ほら、触手、マジで荒ぶんな、マジで。ほら、こっち来い、こっち来い。真横とかに移動したくていいから、需要がない、需要がない。お前の触手の動き、需要がねえんだよ。勝ち方分かった。これでペンできた。あれ、ペンじゃないのか。はあ、判定あいつだけかよ。うまくしねえとな。その調整が難しいんだよ。なんか2本ぐらいなんか偶然行ったりするんだけどな。ここに合わせて、よし、ペンっていった。で、それとどうなんの？買ったっぽい。買ったっぽいな。一旦セーブするか。 方さ、何だったんだ、ほんと。あー、なんかいるし、なんか あの生物は何だ？触れたらどうなる？おい、サメの代わりなんか、お前ら。まあ、こうやって誘導すれば OK。まあ、サメと同じ対処法だよね、やり方としては。
で、これを誘導して、OK。スローやな、うざ、しかもサミュエルからちょっと知性があるのかな。バラバラに行かないで。あ、意外となんとかなる。おお。意外となんとかなるもんだったっけ。これを書く意味があるのかわからない。私の足跡をたどってきた人の成功を祈るが、自分は空腹の喉を渇いてもう限界だ。望みにした発電室には何もなかった。書いてた、ここの右側から来たみたい。右側から来たんか。どういうこと。意外と余裕できるもんやな。余裕のよっちゃいな。面白いことが言えなかったぞ、ほら。はい、行きまーす。あ、暗いな。セーブポイントもある。あ、このセーブポイントあれか。まだ動かねえんだよな。あ、いや、動くの？動くんだ。じゃあ、お構いなくセーブさせていただきます。機械の再起動、パスワードが必要。はぁ、知らない。ダメかー。パスワードは右から分かるってやつ。電気がないと動かない。大きいスクリーン。大きいスクリーン。セーブ。セーブはできるんだよな。で、そのヒントがどこにあった？どこにヒントあんの？マジか。上のやつもしかしてあれ？なんか、1117に見えない？なんかあれ。気のせいかな？ 1117。なんだ、はあ、頑張ります。やった。機械調べたらなんか見つけちゃってよ。アビタがさ、小さい紙だってさ。ちょっとアビタカさん横向いてません？よし、オッケー、治った。鼻紙なんか言ったりすると、ちょっとね、なんかいろいろと来るんだよね、僕という存在が。なんでだろうね。僕という存在、鼻を噛むことごとに狂ってしまう、そんな存在なのかもしれない。で、結局、この機械、電気系統では緊急事態に備えて作られたもの、完全に建物を独立させるための装置なんだ。外部電力がなくなった場合、この小悪魔、それが回復するまで電力を供給させる。あと、回復後は勝手に止まる。それは止まんないで。一応、これはメンテナンス用のガイドだ。ここに来てこれを読んでいるなら、機械が壊れているということなんだろう。なら再起動し、修理を試みていける。超単純なパスワードって、パイプがうんぬんとか何も関係なかったぞ。適当に入力したら意外といけたかもしんねえな。下手になんかオナニーとかするんじゃなかった。動き出した。うー、最高。画面に何か出てる。なんだこれ。電流供給システムは未知の原因で、P6 時間前に自動停止しました。サバ、接触不良、加熱、基板劣化以上の原因の可能性を確認し、適切な修理を試みてください。電流供給システム稼働時間1794日間。意外と動いたの。停止回数1回だけなんだ。へえ、ご利用ありがとうございます。どういたしまして。それを見て主人公何を思う？5年間、5年間、5年間も外から電力が送られてこなかった。あ、そういうことか。5年もの間、一体外に何があったんだ。もう破滅しかないのかもしれない。どっか導線が切れたか、それとも放棄されたか。いや、違う、嘘だ。一体どういうことなんだ。わからねえ。あの背景は現実だったなんて信じられない。でも実際僕はそれが真実だっていうのは分かっていた。ただ自分が信じたくないだけだった。バッドエンド？もしかして。でも真実は真実。人々はもういない。希望がねえよ、みんな。僕一人だけ？これ以上続けていいのか分からない。外の世界には何も残ってないのかもしれない。一生の孤独を背負うよりみんなと一緒に死んでた方がまだ幸せだった子。いや、だったら獣人になった方が幸せかもしれない。プロと、これバッドエンドとかってもしかしてない？グッドもバッドもない？なんかもうプロと一体化するエンドとかになるの？もしかして。もう分かんなくなってきた。限りない酷、溢れ出る恐怖、押しつぶされそうな絶望。目的、希望の喪失が心を蝕む。僕はこれからどうする？何かミスったら他にも選択。どうしよう。わからん。わ からんうちは、セーブをしとくのが基地だと思います。とりあえず右行きます。なんか自動的に動いた。何も触ってません、私。プーロ！僕だ。君の後をつけてきた。プーロを助けて。人間、少し時間をくれないか？いいよ。いろいろと君に話さないといけないことがある。実はこれがバーチャルの空間で、
君はなんかそういう疑似体験をしてただけなんだとかそういうことで、僕はもういけそうにない、そろそろ現実を見ないといけない。え、もしかしてエンディングこれ。ここまで来てくれてありがとう。孤独なモンスターと一緒にいてくれてありがとう。人間は本当に優秀な生き物だった。まあ、浴びたから人間通貨鳥獣人なんですけど、いやけどね、ハートは人間、そう人なんだ、人間が人だ。やっぱりやっぱり行くよ。お、来てくれる。つまりずっと君と外の世界を見たい、君とずっと一緒にいたいんだ。プーロ、センキュー。今までこっから先に行く勇気はなかった。でも気が変わった。君のためにも僕自身のためにも今こそ一歩を踏み出す時だって、そう思ったんだ。君が僕を変えてくれた。どこまで突き進む君の背中が僕に勇気をくれたんだ。ハートと勇気と希望をくれたんだ。ありがとう人間。前にも言ったのは知ってる。でも僕はずっと君と一緒だよ。僕は人間じゃないけど、一人の寂しさは嫌なほどわかる。もう宿主のことなんて考えない。あ、そう？僕はもう君の友達だから。お前が友達なのは心強い。何度だっていいよ。僕に勇気をくれてありがとう。外の世界がどうなっていても僕は君についていく。話ができる生き物は世界で僕らだけなのかもしれないしね。いろいろと無茶なこと言っちゃってごめん。でも僕は本物の冒険がしたい。本物の友達と一緒に行こう人間。絶対後悔させないから。だから一緒に来てもいいよね。いいと思う。おお、人間がハートマーク出した。最高。行こう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 。おお、どういう動きなのお前。とりあえず、おお、飛び越えやがった。僕飛び越えられないよ。大きな溝、右や右、何があんの。あ、み、溶接でみっちり行ってます。ああ、いい。さあ、こっちだよ。ありがとうプーロ。え、僕動けねえんだけど。ああ、どっか行っちゃった。あそこのドア行ったんね。どういうこと。ああ、もうエンディング。もしかして、一応今ね、夜中の3時45分ですね。夜中つか、もう早朝ですね。午前3時45分に来てます。え、もうエンディングだこれで。え、けどセーブポイントあるかまだかもしんねえ。わかんねえ。え、正直もう区切ろうと思ったけど、これ区切れねえ。もうエンディングまでやるか、これ。ここまで来たら。ようやく来てくれた。今夜更け前みたいだから、今なら奴らが寝てる間に進めるかも。はぁ、奴らも寝たらいいのに。寝るのを見たのは赤いキツネくらいだよ。それあいつだけ寝たの。でも僕が下の階にたどり着けなかったのは用事のせいだけじゃないんだ。何のせい。こっから先のドアに入れなかった。入る方法わからなかった。通路？あ、通路か。うん。通路が見つけられなかったんだ。ちょっと笑わないでよ。あ、僕動けるわ。え、もうどうなるんだ？わからん。こっから先がわからん。いや、元からわからなかったけど、さらにわからん。なんかもう、尻尾踏まないでごめん。こんばんは、かな。道は見つけられた？確かこっから右側にドアが隠されていたはず。でもそこは危険だ。もう妙葉城に占領されちゃってる。国王城の縄張りは見たでしょ。妙葉城の縄張りも同じ感じだよ。前にここに来たことがあるけど、これ以上進むことはなかった。天敵の縄張りに足を踏み入れるのは僕には怖くて行けなかった。他の道は左側にもドアが隠されていたはず。でもあそこ近づくと、ん？権限か。権限がありませんって言われる。あれってどういう意味なの。それ以外の道はわからない。通気口も下の階に続いているものはない。え、いろんな脱出口があるってこと。わからん。どういうことなんだろう。まあ、頑張って探します。おお、それはどこにも繋がってない。おお、なんかいろいろ突っ込んでくれるの嬉しいわ。じゃあいろいろ調べてみよう。僕はやってないよ。これ大きな木なんで真四角に剪定。あー、なんか なんていうんだっけこの漢字。わかんねえや。右はなんかやばいらしいね。手書きの紙は雨に降らされ字がふにゃふにゃ。じゃあ読みますね。小枝みたいに弱々しい幹。ここだけ感触おかしい。なんだろう。なんでもねえか。なんだ、考えすぎないようですね。で、通路を見つけるんだよな。ああ！おお、びっくりした。なんだこのロッカーは。とりあえず通路見つけます。はい。え、これが通路じゃねえんかな。行くの。ごめんごめん。あ、ここにドアがあるの。マジ。え、権限がありません。あ、じゃあ行けねえわな。権限がなんかどっかで探せるってことだよな、きっと。なんかいろいろあるはず。とりあえずオッケーオッケー。ちょっとずつ一歩進んでいこう。なんか右。
あっけ、待って、右ってさ、確か、妙葉獣のところじゃない、真っ白は何もない空間。床、天井、壁、全部白い粘液だ。あ、入っちゃった。危険だけど、僕もついていく。妙葉獣の住みか、ここはその一部。ここは本当に危険だ。気をつけて、人間。あ、こっち正解だったの？どうしよう。この白い粘液、僕らの足元でさえ、みんな生きてるんだ。もし奴らが起きたら、結構困ったことになる。奴らは、黒曜人のクリスタルを溶かす。え？僕らの体を養分として取り込むんだ。え、もしかして、ここでプーロ死なねえよな。足がガクガクだよ。ガクガク、行っちゃってるのか。僕は動けそうにない。どうするか、戻ろう。ごめんごめん。まじゃあ行くわ。ここでいいんだ。プーロ助けて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 。どうすんの僕。どうすればいいのこれ。助けて、プーロ。おお、なんだ、何が起きてんのか。おお、助けて、プーロ。プーロ助けて。うわー、うー、幸せになったんで、ハッピーエンド。プーロはどういう気持ちで見てるんだろうね、この光景を。え、もう興奮とかじゃなくて、むしろ怖い。うわー、もうなんかいろんなシチュエーションで捕まり方があるので。触れちゃいけないってこと。あ、なんかエッチな感じだ、これは。ちょっとこういうの興奮するんだよね。えげつねえなこれ。なんだこのステージ。もう恐怖が、恐怖しかねえよ。うー、捕まった。いや、もう無事やね、これ。多分だけどね、これね、プーロのセリフにね、そう、焦ったらダメってのがあって、もしかしたら、で、何回か試したんだけど、このね、生物、この妙葉獣たちね、一定数動くとね、この肉塊になる気がするんですよね。だから、慎重に逃げていくのが重要なんじゃないかなと思うんですよね。あ、まあ、こういうミスもあるんだけど、ちょっと試してみるわ。よしよし、やっぱりだ。こうやって一定数まで歩いていけば、奴らは、なんか消える。それを狙っていく。うん、やっぱりそうなんだよ。なんかある程度まで動くと奴らは消えてくれるから、それを狙ってなんとか逃げていくしかない。うわー、で、あれね、戻れなくなるのね、一定のとこまで行くと。そこら辺も含めていろいろ考えないとな。ここがゴールかな。やっぱ妙葉獣はね、一定時間が経つと結構短いスパンで、まあなんかランダム性もあるのか知んないけどね、一定時間が経つと消えるつかね、山もっこりになって消えてくれるんですよ。もっこりって言い方、もうちょっといい声の、え、おい、なんだこれ。あ、いや、監視カメラ、え、監視カメラだよな。一旦セーブセーブ。え、一体どういう現実が待ってるんだこれは。しっかり動いてる。体育、うー、なんでこの気持ち悪い文章は。もうやめてよ、もう今さ、深夜の4時だよ。深夜の4時、ホラー要素出してくんな。あ、結構丁寧な字なんだ。じゃあ機械がやったんか。もしかしたら、ルンバがボス？ミクロ？小型の箱。ちっちゃい箱。
じゃあこれは大きなと言われた小さな箱は箱、え、なんだもうよくわからん。でこの写真は何、外の世界写真みたいな壊れた壁の上に植物が生えてる。写真の一つ灰色の円柱の建物がある。多分自分のいる場所なんだろう。白い影が小さく見えるけどかなりぼやけてる。本当にこれは写真だよ。もしかしてまだ誰か生きてる。マジ。あ、ここでゲートのアクセス権限から何かが僕らを見てた。でも誰が、これが誰かが僕らを見てたんだ。誰が僕らを見てたんだっけ。誰もいないんじゃないかみたいな。え、どういうことなんだろう。とりあえずゲートのアクセス権限を獲得します。え、もうこっから戻るの難しくね。ちょっとやばいよ、やばいよ、やべえよ、やべえよ、難しすぎるんだろ。戻れるかな、こっから。え、プーロ、今年域の、今年域の森は何なんだ。妙葉樹は草木に擬態することもできるみたいなんだ。もし人間触れちゃったら粘液が絡みついて栄養チューブへそに刺される。それでそのまま拘束される。君の体が変わりきるまで。なんで知ってるのかって、見たんだ、他の小動物がそんな感じされてたの。僕は二度とここに来なかった。それ怖えわ。ってか僕そういうの意外とエッチなんだよな。あとごめん人間、あと壁に阻まれ助けることはできなかったな。ただ見守ることしかできなかった。何も手伝い方役立たずな自分、ごめん。話しすぎたね。行こう人間。戻りたいプロ一旦戻ろうぜ。プロどこ行った、プロどこ行った。僕の操作が悪かったか。え、大丈夫かな、この粘液の森はなんとか抜けよう。壁は消えたんかな、プロが来れたってことだし。あのへそにさ、チューバー刺されて拘束されるっていう、なんかそういうプレイってさ、エロ同人誌でもごく稀に見かけるんだけど、なんかエッチだよなって思います。早くこんな場所出よう、出よう。ごめん尻尾踏んだ今、すまん。あー無事に出れた。あー自動で動く。あそこの権限っての手に入れたみたいだね。これで向こうに行けるかも。よし行けるかもしんねえ。行こうぜプーロ、俺たちで未来を切り開く、運命を変える。の前にセーブ、一旦35にする。ちなみにこのロッカーで結局何なんだ、なんか入れたり出れたりするけど、まあいっか。権限、あ、もう出れたわ。え、ここ妙葉樹のあれ。人間僕に考えがある。僕は先に行くから君は待ってて。僕は敵を引きつける。僕は黒曜樹で奴らの天敵がきっと先に僕を襲ってくる。前マジかよ、おめえ一緒に出るんじゃないか。で妙葉樹の奴らが落ち着いたら僕の後をついてくる。それでいいよね、僕は大丈夫だから。いやー、お前は死んだら終わりだろ。何か力になりたいんだ。君のお荷物になりたくない。僕は君の役に立ちたいんだ。こういうの友達でいいんでしょ。いや、そんな犠牲を払うものに友達と言えるのか。だったら友達じゃなくてもいい。お前は無事でいてほしい。君が許してくれるんだったら僕がやってみせる。人間無事を祈るよ。プーロ大丈夫か。こっこい天敵の黒曜樹だぞ。ほーらってなる方へ。おお、プーロ大丈夫か。上めっちゃ行くじゃんあいつら。大丈夫かなプーロ。先なんか人間置いてもう大丈夫だ。お、オッケー、センキュー。じゃあまっすぐ行きます。大丈夫かな。うわあボンミスした。いやー、まあそんなね、さっきね変な夢を見たけどね。僕に頼っていいんだろ。プーロめっちゃ強いんだから。さっきはつま先で歩いてた。とっても速かったでしょ。めっちゃ速かった。僕はヒーロー。え、なんか急にこいつ可愛くなるな。ここに見るものはないよ。早くここから出よう人間。よし行くぞプーロ。運命を変える。セーブポイントがある。まだまだ先があるのか。どうしよう。どこでやめればいいのかもう分かんねえや。尻尾踏んじゃおう。人間1階に行く方法分かる？分からん。え、知らないの？大丈夫、僕がついてるから。優しいな、プーロ。妙葉樹の暴れがここまでだったらいいな。だとしても、君は安心できないだろうけど、気をつけて、まだ注意していた方がいい。もし何かあったら僕を呼んでです。センキューだ。じゃあ探すか。なんだこいつ。逃げ、早く逃げて。あ、逃げる逃げる。オッケーオッケー。動けねえ。うわー、どうすればいいのこれ。うおー、プール大丈夫？怪我してない？大丈夫？どこ逃げればいいの僕は。こいつ捕まったらどうなるの？どうなるの？どうなるの？プール、プール大丈夫？プール大丈夫？え、どこまで逃げればいいんですか僕は。わからんわからん。こっち安全だ。あの場所どこ？あの場所どこ？妙葉樹のとこ行けばいいってこと？オッケーオッケーオッケー。じゃあこの辺だ。ええ、何の音？うわあ！ふざけんねやこれ。はあ？マジでうんち。いや。はあ？ドア開かないのかよ。
これか、これで隠れるんか、ロッカーに。なるほどな。そのためのロッカーか。納得した。来ないで。来ないでください。じゃあ何のためのロッカーなんや。おお、これで潰せるか。そういうことだったの。そういうことなんね。まあ、じゃあいっか。全然わかんなかったな。なんか、偶然だったぞ、マジで。もう、またロッカー開けられるんかと思ったから、もう、クソだろーみたいな。だったら出てって他のとこ探してやると思ったら、なんかもう、やったね、これ。実況者力よ。実況者力。プーロ、大丈夫だったか。何の音、今度は。人間あら、かわいいよ。え、抱きついて大丈夫なの？僕とプロって。無事だった、無事だったんだね。よかった、よかったな。君ならできるって僕は信じて。あ、ごめん、帰省しちゃったとかそういうことになんねえよな。あ、危ない、興奮しすぎた。でも無事でよかった。僕は結局何もできなかった。僕に頼っていいんだよとか言ってたのに。僕は君にどう見られてるのかな。まあ、かわいい、なんか、彼氏みたいな感じ。あの時あの用事を止めることが僕にできたはずなのに。次こそは役に立つよ。僕は君を守りたいんだ。僕は本気なんだよ。君は僕はただ一人の友達なんだ。僕は君を失いたくない。以後人間、まだこっから出よう。これさ、いつまで続くんだろう。場合言ったらちょっと収録聞いてんだけどな。ちょっとなんか、なあ、わかんねえな。おお、へこんでんのか。君と出会ってなかったら僕は今もあの場所でずっと百科事典を読んでた。人間、僕と一緒にいてくれて嬉しいよ。僕の話を聞いてくれて。こんな僕を頼ってくれて。もう少し君の役に立ったら、もっと強くなれたら、強くなりたい。お、なんか選択肢黒。あー、どうしよう、さっきセーブし忘れた。え、したか、したっけ、え、どうだったっけ、わかんなくない。もう、ごめん、これは今回ちょっともうこれだけ見る。ありがとう、プロ。俺だけ言いたい。こちらこそ人間、君と一緒に入れて本当に嬉しいよ。君は今まで何度もありがとうって言ってくれた。ささないことかもしれないけど、僕は幸せだよ。出来損ないの僕を認めてくれて、とっても嬉しかった。優秀で自分で言ってただろ。人間だって、とっても素敵だよ。褒めてくれる。誰かと一緒にいるって本当に大切なことなんだ。なるほどな。いろいろ考えてるんだけど、ちょっとだけ一人にしてくれないかな。君に見つめられると恥ずかしくなったよ。お、この僕と付き合いたいか。これからどうすればいいのか考えたんだ。僕たち外に出れたらさよならしなきゃいけないのかな。人間とモンスターが一緒に暮らす、あまりいいことじゃないと思った。いや、素敵だと思う。僕の彼氏になるよ。え、他に頼れる仲間なんていないって？あー、なんか意外となんかこれ投げ気がするからな。一旦ここで終わりするか。もう収録2時間になっちゃったし。だからこれパート分割してるな、ワンちゃん。というわけでね、今回のパートを見てくれた方々ありがとうございました。もしかしたらもう分割して、もう今パート9になってるのかわかんねえ。動画編集するわ、とりあえず。あー、長かったな、ここまで。長いし、まだエンディングじゃねえな。全然エンディングじゃねえぞ。いつエンディングなんだ、これ。まあね、最後までやりきりたいと思いますんで、よろしくお願いします。それじゃあ、ここまで見てくれてありがとう。もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあ、帰って、プールのお胸でも、もんじゅも噛んじゃったよ。プールのお胸もみたい。ももうぜ。じゃあねー。